はーい、皆さんこんにちは、のっぺんです。飲みながら寝坊申請やってきましょう。さあ、前回はこちら、憎き信長の味方をしていた徳川家を滅ぼすことができました。おめでとうございます。パチパチ。これでね、織田徳川をね、滅ぼすことができましたんで、でこっからは東北攻めでございますね。現在最上家を攻めております。さあ、今回も頑張っていきましょう。よーし、行ってきまーす。我が最後語り継ぎ、あ、もしかして大友総理撃たれた。うわー、撃ち上がった。いやー、なんてことだ。で、勢力目標カジマチを達成しました。いやー、大友総理、戦で果てたか。そうですね、結構今お金あるからな。切り替え早。じゃあこちら、いやー、読めない感じですけども、まあ有名な絵なんでしょう。これ買いましょう。はい、オッケー。で、あとはじゃあこの茶道具も買っておきますね。で、あとはそう、表情集のね、そう、ここの書院もね、空きがあるんですけども、いや、誰か入れたいな。まあとりあえずよし、ここで行ってみよう。はい、頑張れ。で、もうすぐ大法事情落とせそうですけどね。で、浄化方針完了。ナイス、素晴らしい。さあ、で、三木クリツナの引き抜きが難航している。ああ、わかりました。やっておきましょう。はいはいはい、私に任せて。じゃあ稚魚をあげるわ。そうやな、なんか荒れてる拠点ない？まあこうかな。じゃあここ20年ぐらいなさい。で、じゃあ金も、じゃあちょっとね、はい、色つけてあげるから。はい、オッケー、よし。さあ、かたじけない、喜んでお使いしましょう。ナイス、オッケー。うーん、で、最上をね、倒せばおそらく伊達がね、うちにね、従属してくれると思うんで、まあ伊達さんもだいぶ北条に攻め込まれてきつそうなんでね、早く助けてあげたい。で、次は罹患の経過。伊達と最上を引き離す。ああ、いいんじゃないですか。はい、オッケー。で、闇討ち。ああ、いいですね、汚いね。闇討ちなんてよう、そんなこと考える。手に入れるぞ。さあ、いけいけ。さあ、大法事情入ってるよ。オッケー、ナイス。で、こっちの柴田城をね、補給拠点にしてるんで、そうだな、じゃあガンガン米問屋作っておこう。はい、さあ、米を補給するんだ。こちらに。で、あとは余った労力で、じゃあ商人町レベルアップね。もう今は金、はい、もう金金金金よ。で、あとはじゃあ政策の方もやっておきましょう。いやー、金だいぶね、余裕があるから。じゃあ灌漑整備レベル4、はい、お願いします。心得ました。で、楽市楽座はまあいいか。閉じる方やりたい。はい、1、2、3、4、5、はい、いいよ。心得ました。で、あとは、南蛮攻撃もやってる。常備兵制やるか。はい、1、2、3、4、5、はい、お願いします。はっ。さあ、大法事情破壊成功でございます。で、この最上義明の部隊を倒せば大法事情落ちますよ。頑張れ。さあ、いけ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 。よし、落ちた。ナイス、オッケー、出かした。で、敵将捕獲。で、じゃあこの3人投与。で、まあ1人だけ来たって感じか。あー、まあいやいや、まあ解放してやれ。ではでは、港城の方にも兵出していくか。オッケー、よし、これならいけるか。さあ、どうする。んーで、あとはまあもうそろそろ岐阜城がね、本拠移転できそうですけども、どうですかね。で、罹患の件成し遂げました。伊達家と最上家の間に不和が生じました。ナイス。はい、港城破壊成功でございます。さすが神戸。で、これで港城落ちそうです。オッケー、ナイス。港城落ちました。オッケー、でけー。で、この2人を投与。で、1人だけ来たか。オッケーオッケー。じゃあ解放しまして、はいはいはい、オッケー。で、そうですね、で、これで南部家と領土接しましたね。ということで、受読できる。オッケー、ナイス。さあ、湯を守るための決断を恥じることなどあろうものか。そうですよね。よし、南部家従属完了。ということで、この流れで、よし、柿崎家も従属できる。ナイス、オッケー、よし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 。さあ、東北はいい感じですね。で、最上家はまあ従属とかさせれないんで、まあここはね、チクチクやっていくしかないということでございますかね。で、北条家は従属できませんか。まあここは倒すしかない。喜ばしいです。はい、貴妃神宮繁栄に導きました。ナイス、オッケー。敵が自勢力の軍を攻めた際の制圧速度マイナス 60%。 まあちょっともう
この足利家にはもうちょっと必要のない、バフかもしれないが、行きましょう。で、適量いいやつ。あ、お聞きください。でもこれ成功したらでかいかもしれない。頑張って。で、あとはじゃあ引き抜きもやりましょうか。はい、頑張って。で、できればね、大崎家まで滅ぼしていきたいんですよね。最上家と大崎家を滅ぼせば、伊達家の従属が見えてくる。で、そんな伊達家が現在北条に攻め込まれているという。さあ、頑張って。よろしく。さあ、行きましょう。で、北条と同盟2ヶ月。で、あと何だった今の。政策常備平成レベル3。ナイス。北条と親善やってますね。ナイス。で、あとはそうですね。攻めたいところ。山形城攻めれないか。ちなみに、明城の方はまだいけない。了解。ちょっと兵が足りなくなってきてんな。大丈夫？さあ行ってこい。で、こちら南部家の南部の村尾殿がお見えでござる。はいはいはい。あ、死んでんですね。もちろんもちろん。よしなに。さあ、角戸田根城落ちました。ナイス！すげえ。港城を落としたついでに。あ、で、横手城も行けんの。すごくね。行ってらっしゃい。はい。で、キャンセルですか。そうやね。お疲れ様でした。で、そう、腰兵の少ないのが酒井忠次ですよね。柴田勝家、横手城も攻めれるんだ。すげえ。ってなるとなー。いや、山形城さえ落とせればだな。はい、勢力目標、シュクロースを達成しました。パチパチ。これでだいぶ金銭収入増えるね。制作費用マイナス 10%。 おーしよしよし、いいね。で、宮部慶順が符号を囲ってる。あー、素晴らしい、優秀な方。はい、登用します。ようこそ。さあ、で、横手城どうするんだこれ。論功交渉。はいはいはい。あー、で、秀吉部署に昇格。あー、早いね。で、はいはいはい。で、山形城いけない。いや、きついな。まあ、とりあえず調略で削るか。いや、あーと、隣接する城に、破壊する、あ、なるほど、そう。さあ、で、延沢城落ちました。ナイス、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 素晴らしい。で、まずはこの方投与。はい、オッケー、よっしゃー。で、そうやなー。で、帰還してもいいですか。まあ、そうやな、ちょっと待って。できればね、山形城攻めたいんですよ。で、なぜか伊達と揉めている、なぜだ。なんで揉めてる、どういうこと。まあまあ待ちなさいよ、話を聞きなさい。さあ話すね、どうしような。じゃあ山形城、ここ破壊したいですね。ここでも確率低い。いや、まあここはちょっと頑張って破壊してもらわないと。うーん、きついな。そうやな。で、あとこっちの明城も破壊したいですよね。で、じゃあこの方、寝返りしかね。ナイス、記念にお使いします。で、じゃあ投与やってみようか。はい、恩情をつかまつ。さあ、行ってみよう。で、こっちの方はいける、いけるいける。こんな短期間で落とせるんかな。 で、延沢城を攻めていた部隊にはこのまま山形城向かってもらいましょう。お願いします。頑張れ。いけるいける。で、できればね、本拠いてもしたいですよね。ただね、あんまり遠くに行くと金銭収入がね、マイナスになっちゃうんで、じゃあお隣の、じゃあ郡上八幡に本拠を移しましょう。まあ金銭収支大丈夫でしょ。はい、オッケー。これより郡上八幡恩城を本拠と定めるよ。オッケー、よーしよ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 し。で、この郡上八幡城開発状況は、まあ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 、まあとりあえず頑張ればって感じかな。オッケーオッケー、よし。さあ、山形城、攻撃進行とはなんと抜け目のないですよね。いやー、甲状腺になっちゃうのかな、どうだろう。さあ、横手城落としました。ナイス、ギリギリでしたね。ナイスナイスナイス。いや、でけえ。じゃあこの二人投与。あ、一人だけが、まあまあいいでしょう。はい、解放してあげて。オッケー。さあ、最上家もうあと少しだね。じゃあ聞かせていいよ。お疲れ様でした。北条家と同盟期限切れになりますが、延長申し込みますか。もちろん、当たり前じゃないか。で、引き抜き成功。ナイス、秀吉頑張るね。じゃあ寝返りしか。はい、あ、バンダンウエモンじゃん。はいはいはい、怖い顔してるよね。オッケー、ナイス。さあ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 、力を尽くす。で、あとはまあ、山形城の方大丈夫か。明城の方なんかきつそうだな。兵が全然足りねえ。あー、で、山形城破壊成功でございます。ナイス。お、これもしかして落ちるんじゃね。頑張れ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 。いやー、もう少しもう少し。
で自社建設、わかったわかった、やるやるやる、はい、さあ頼んだよ。さあで行ってこい。さあで最上義明倒した、オッケー、山形城落ちました、ナイス、でかした、はい、最上家を滅亡させました、パチパチ。で敵将捕獲、じゃあ全員投与しましょう、どうですか。で最上義明来てくれた、ナイス、オッケー。でまあこの方はまあ来ないというね、まあ解放してあげよう、かわいそうだからね、オッケー、でけー、ナイス、気がしてもいいですか。そうやね、お疲れ様でした。で、あとは、そうですね、こっち。明星の方、いや、ちょっと、まだ頭数が揃わんか。ほんとけ。わかったわかった。よし、いいですよ、いいですよ。で、こっち、はい、エノーソンね。しっかり育てていきまして。はい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 。いやー、楽しいですね。さあ、で、一応、破壊の方もね、命じてるんですけど、どうですかね。あ、でも破壊できたわな、よしよし、いいタイミング。いや、悪いタイミングなのかわからんが。まあ、これで互角か。まあ、やってみるか。山形城だ。ああ、ちょっと待って。じゃあ、これでいってみよう。で、山形城には、そうですね、誰入れるか。でも、8000入れれるんだ、すげえ。じゃあ、最上義明入れてあげる。ありがとうございます。でもね、忠誠心低いな。まあ、とりあえず、こうして。じゃあ、そんな、お前にはね、家宝を授けよう。何がいい？何でも言うて。最上義明。いや、でも、家宝持ってんだな、こいつ。そやな、なんか一等級の家宝とかあげるわ。くそー、でも文がねえな。こう、まあ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 、これオッケー、よし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 、まあ喜んでくれたわ、よかった。で論功交渉、はいはいはい。小早川隆景長略レベル4、素晴らしい。おい、片付けない。いやー、素晴らしい、いい働きしてるわ。さあ行ってみよう。じゃあこっちの部隊も、じゃあこっち行ってもろうって。はい、いやでも足りねえか、きっと。大丈夫、くっそ、もっと兵が欲しいな。こっちの直せ、ああこっち行っていくね。よしよし、いいよいいよ、オッケーオッケーオッケー。ちょっと遠いけど頑張って。こう、ああ素晴らしい、いいぞいいぞ、頑張れ頑張れ。ああで佐竹義重が不遇を囲ってる。義重浪人してたの、素晴らしい。はい、もちろん召し抱えます、ナイス。いや国頭からそんな。じゃあこの方とよね。お使いいや、もう吉ね、吉重だったら侍大将から頑張ってもらってもいいのに。で、この方から挙礼したいっていう申し出がございますと。はーい、分かった分かった、何が欲しい言うてみ。ここ、どこどこどこ、ここのなんかね、さあ領地が欲しいと。分かった分かった、じゃあなんか家宝もあげよう。そうやなー、じゃあこの慶長日本図、よし、まあいいでしょう。統率47以下の武将229名の統率プラス3、 OK。 さあ去年お願いします、 OK。 で一応明星の方は、はい、もう、はい、さあ向上戦可能でございますよ。で兵糧支援ね、お願いします、はいはいはい、よし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 。なんだったらね、調略焼き打ちとかどうかな。さあやってみよう。じゃあ鍋島直重、さあやってみ、おいし、成し遂げてみせますぞ。さあやってこい。さあもう籠城なんかさせないんだから。さあオッケーオッケー。申し訳ござらん。で引き抜きの2位失敗こらー。で流言の2位失敗こらー。やりました。で明星の焼き打ち成功でございます。で破壊は失敗しちゃったらしいな。よし、これで行ってみようか、工場戦。明星、十分な兵力、もうちょっと、こっちの舞台こう来てよ。はい、これでどうよ。奪ってくれる。さあで香水地城ら3つの城に一気のね、はい、戦闘ナイス。いや汚いね。よし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 。さあでこれでいける？いけますね。はい、じゃあ工場戦やりましょう。はい、明星の戦い、柴田勝家 VS 大崎義隆、いきましょう。さあ勝負だ、いくぞー。さあどうするどうする。さあ、こたびの城攻め、一つ不安がある。ことをうまく運べば少ない被害で城を落とせるやも。何言うてみ。彼女氏防衛は配下に頼りきりの様子。四つ釜高秀らを先に打ち破ってしまえば城方は戦意を失い降伏するに違いない。ああいいですね。でこの部隊を撃破せよと。了解しました、 OK。 さあということでいきましょう。いきまーす、海戦出兵。でその敵がどこにいるって、
一栗宝牛、一栗、あとこの舞台か。あ、はいはい、オッケーオッケー、わかった。さあ行ってみよう。じゃあまずはこういこうか。はい、さあ行くぞー。はい、ご指示。さあうまくことは運ぶかどうか。だってね、一栗宝牛向こう側だもんな。ちょっとね、もうちょっとね、兵欲しかったよね。するぞ。じゃあまずはこう、まずは一栗宝牛を倒すか。さあ行きましょう。でなんとかね、この柴田勝家のね、かかれ柴田とかをうまく使って削れたらいいですよね。あ、できたー。オッケー。はい、さあ一番やりは森田兵。そうと思うものは続け。どこやな。よし、よし、さあ行ってみよう。さあ倒せるか。さあ来るよ、竹林宝具。ててさあ、まずはさあ攻撃かかれ。あー、できたー。いきなり、はい、かかれ柴田、助かる。いいぞいいぞ。あ、でもそんな削れてないんだ。まあいいや、オッケー。さあ行くぞ。はい、そうで、これは武州の故障ね。はい、オッケー。故障パラパラ、行くぞ。オッケー、よし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 。さあ捕獲、ナイス、オッケー。まずは条件1個クリア、いいぞ。ナイス。さあで、大丈夫。まあ待ってで、残り2舞台ね、OK。じゃあ、そうやな。まあ、とりあえず、こう行って、こういか。先へと向かうぞ。まず、これ壊そう。はい。で、この舞台、OK。あ、うちじりやってもったー。やっちゃったー。やりやがった。このセットは行ってないでよ。じゃあ、一旦じゃあ、じゃあ、こう行って、こう行って、こういか。で、勝家は、じゃあ、そうやな、ちょっと難しいな。こういってこういってこういくか。はい、で、あとはこの一栗宝牛を倒せば。で、破壊ないですね。オッケー、よし。さあ、どうする。さあ、頑張れ。で、そこ破壊で OK。よしよしよし。さあ、で、ということで、じゃあ、一旦待機。さあ、いいぞ。だー、なんか新手が来た。この野郎。うん、敵を撃退するぞ。いけるか。さあ、頑張れ。で、じゃあこういってこういか。はい、いざ行かん。さあ、一栗宝牛を倒すんだ。よしよしよし。あー、でもちょっとスタミナがちょっときついけど、まあ。さあ、一栗宝牛倒せ。オッケー、捕獲、オッケー。これでクリアなんじゃない。さあ、どうだ。一栗宝牛捕らえたり。さあ、はい、ご中心。狙い通り、上司大崎義隆が幸福を申し入れてまいった。ナイス。四つ釜、高秀らが打ち破られ、我らは守りの要を失った。この城ももはやこれまでと思うた次第。いや、辛いよね。無念なれど、病状は解除する。我らの幸福許していただけようか。もちろんだよ。もうね、無用な接種はしたくないんです。賢明な判断でござるな。も私もそう思います。オッケー、ナイスー。いやーね、泣けるよね。ナイス、ようやった勝家。いや、勝家大活躍だな。ナイス、よし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 、オッケー。攻め落とし、さあ、明星落としました。ナイスー。ということで、大崎を滅亡させました。パチパチ、やったー。で、腰強の表に入ったの、素晴らしいね。中さあ、で、あ、全員内に加わった。ナイス、よしよしよし。で、そこを攻め込みますか。もうちょい待ちなさい。待って。帰還してもいいですか。もうちょっと待って。その判断も待って。で、これで、伊達家を従属させることができません。相手は当家の従属を拒否しています。もう、ってなったら、攻めに行かんという感じは、もうめんどくさいな。まあ、やるしかねえのか。わかりました。さあ、ということで、今回はここまでにしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルペでした。さよならー。